メリーランド共和国は1854年から1857年の間にリベリアに存在した小さなアフリカ系アメリカ人の国。この地域には主にアメリカのメリーランド州で解放されメリーランド州植民地協会の保護下にあったアフリカ系アメリカ人奴隷と自由の身に生まれた者が1834年に入植を始めた。1838年。 他のアフリカ系アメリカ人移民は1847年に独立したリベリア連邦に入ったが植民地協会がその地域での貿易を独占しようとしたためリベリアのメリーランド移民団はバラバラになったままであった1841年2月2日メリーランド・イン・アフリカはメリーランド共和国となり1854年5月29日にリベリアでメリーランドとして 独立を発表した。首都はハーパーであった。1831年12月、メリーランド州議会は自由になった奴隷をアメリカからアフリカへ移動させるため、26年で1万ドルの支出を認め、このためにメリーランド州植民地協会が設立された。パルマス・岬のウェッジング、1853年パルマス・岬の不況地、 1840年1822年最初にアメリカ植民地協会がリベリアに植民地を設立したがメリーランド州植民地協会は独自に移民を収容できる入植地を設立することを決定し1834年に南リベリアの端であるパルマス岬へ最初の入植が行われたがこの岬は小さく 岩だらけの半島で砂の地境で本土とつながれていた。半島の西はすぐにホフマン川があり、海岸沿いにおおよそ2 1トル東に、コートジボワールとリベリアの国境線となるカボーラ川が海へ注いでいた。現在、国際水路機関によって、この岬はギニア湾の生誕とも定めている。ほとんどの入植者は解放されたアフリカ系アメリカ人奴隷と、 主にメリーランド州で自由の身に生まれたアフリカ系アメリカ人であった。この集落は1834年2月12日にメリーランドインアフリカと名付けられた。ジョン・ブラウン・ラスワーム、メリーランドインアフリカの最初の黒人知事、1836から1851、1836年、移民団は知事としてジョン・ブラウン・ラスワームを任命し、 彼は死ぬまで知事であり続けた。ラスワームはアフリカ系アメリカ人のメリーランドへの入植を勇気づけ貿易と農業を支援した。また彼は1830年から1834年のアイ間アメリカ植民地協会の秘書をしていた。1835年まではアメリカの植民地法張りを守るために諦めていたが、 その後リベリアヘラルドの編集者としても活動した。1838年、アフリカ西海岸の他のアフリカ系アメリカ人移民はすべて1847年に独立を宣言したリベリア連邦へ合併された。しかし、植民地協会が地域での貿易を独占することを願ったため、リベリアのメリーランド移民団は独立したままであった。 1841年2月2日、メリーランド・イン・アフリカは国として認められ、メリーランド共和国となった。1847年には、メリーランド州植民地協会は、アメリカ合衆国憲法憲法に基づく、コンスティテューションローズ・オブ・メリーランド・イン・リベリアを発表した。1854年5月29日、メリーランド・イン・リベリアという名前で、 メリーランド共和国は独立を発表した首都はハーパーでありグランドセスとサンペドロリバーの間の海岸に沿った土地を持っていた。すぐ後にグレボーやクルーを含む地元の部族がメリーランド共和国に奴隷貿易による分断の復讐として攻撃を行った。自ら防衛することができずメリーランドはリベリアに支援を懇願した。ロバーツ大統領は 軍事的な支援を送り、メリーランド人とアメリコライベリアンで、原住民を撃退することに守備よく成功した。しかし、独立した国として、メリーランド共和国を保つことは、明確に不可能となり、1857年5月18日、メリーランドはリベリアに統合され、メリーランド軍となった。ジョン・ブラウン・ラスワームの彫像が、ハーパーの彼の埋葬地に立っている。 ありがとうございます。